山和郡山市は奈良県の北部に位置する市。1954年1月1日に生駒郡,郡,郡山町が市政施行した際、市名については山和の国であることを強調して福島県郡山市と区別するために山和郡山市と定められた。なお郡山城、郡山藩があった地であるので郡山単体で山和郡山市を指すこともある。 金魚の名産地として全国に知られ、全国金魚救い選手権大会が毎年開催され、漫画、救って、ご覧の舞台にもなっている。大和氷山市中心部周辺の空中写真。2008年5月15日撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 空から見た、冷えた町の観光集落。国土交通省、国土画像情報より作成。山と氷山市は、奈良盆地北部に位置し、佐保川や富尾川が乱流している。地域はおおむね平坦だが、府小川井西では、やた丘陵が広がるため起伏が大きくなっている。また市内には、池が数多く見られるが、これは、ため池や、 金魚の養殖地として用いられていたものである。古くからの市街地は、近鉄郡山駅や JR 郡山駅周辺に広がり、現在でも細かな路地が入り組んでいる。佐保川の東側の冷えた集落は、中性的な観光集落の姿を止めていることで知られている。群山城天守台からの長望古代の、山和国天下郡村国号、八田号、添上郡 大屋号、へぐり軍んぬかた座との地である。演技式内のやた座、久さし玉彦ま神社や姿神社、あたいふとし神社が鎮座する。都市の形が形成されたのは、戦国時代末期に、筒井い淳慶が、郡山城により、その城下町が発達してからである。淳慶亡き後1585年に、豊臣秀長が、郡山城に入り、郡山は、 この時期山和国の中心都市として栄えた。江戸時代に入ってからは一時並ぶ行所の管轄となったが荒廃する。大阪夏の神母に同戦役で活躍した水野勝成が入り、以後、松平忠明に始まる松平や、本田正勝に始まる本田家と続き、教法九年には教法の改革における幕府直轄領拡大政策に際して、海の国が幕僚化され、 甲府藩藩主であった柳沢義里が転宝され、明治維新まで柳沢氏が郡山藩藩主家として一帯を統治した。また、片桐勝本、または片桐貞隆に始まる片桐氏が市ない小泉町の小泉陣屋に入り、小泉藩藩主となった。藩籍奉還、廃藩地権に始まる右与曲折を経て1887年に、 奈良県が再設置された。1889年の町村政治史で8つの町村が誕生。1896年に天下軍とヘグリ軍が合併、生駒軍が成立、現在の大和郡山市役所に生駒軍役場が置かれた。なお、衆議院議員選挙の選挙区は奈良県第2区奈良県議会議員選挙の選挙区は大和郡山市選挙区となっている。 当市では、江戸時代より、武士の副業として始められた金魚の養殖が大変に盛んであり、輸出もされている。山形県の省内金魚と市場を大きく2分、するほどのシェアを誇る。しかし最近では、後継者不足や市場の低迷から、廃業して養殖地を宅地などに転用する業者が相次いでおり、かつては市内のあちこちに見られた。 養殖地は年々減少。このことから近年では、市の公園や地元の業界団体などにより、全国金魚救い選手権大会などが開催されるなど、市場の活性化に向けた様々な試みが行われている。東市南部の昭和地区には、昭和40年代頃から多くのメーカーの工場が誘致され、現地では昭和工業団地として知られる。 この工業団地の周辺には西名阪自動車道が存在する。大和郡山自然域の郵便番号は639から 10XX、639から 11XX となっている。かつては柏原市に次ぎ県内3位の人口であった。2008年には9万人を割り込んでいる。高等専門学校高等学校中学校。 小学校その他の学校町の中心部の道路は、城下町の町割りが残り細い路地が多く迷路のようになっている。近鉄郡山駅停車中の最大寺駅、各駅停車 JR は、大阪駅、天王寺駅、JR 南馬駅へ直通する。1時間に4本程度の頻度で、大和寺快速、区間快速が運転されている。朝は、本数が多くなる。 JR 京都駅、新大阪駅へも朝の通勤時間帯に直通が存在する。京成バスと共同運行高速道路、自動車専用道路、国道主要地方道一般県道奈良県立山と、民族公園寺公園庭,庭園に柳沢文庫松尾寺、三重東八田寺のアジサイ全国金魚救い選手権、大会説明文中の十分は国の重要文化財を示す。 ありがとうございます。